日ごとの過程。2023年1月24日。あなたは主を酒所とし、意図高き神を宿るところとした。詩編91一篇9節心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。ヨハネによる福音書14章1節災害に備えて避難場所を確保しておく、確認しておくというふうなことは、 テレビとか地方の広報などでよく言われています。地震の時、火事の時、台風の時など確かに逃げ場を確保できないと、まあ、命に関わることになりますから非常に深刻であり重要なことですよね。えー、隠れ家を持つと言いますか、酒どころを持つと言いますか。で、人生におけるその酒どころ、避難場所として聖書は神への信頼ということを教えているわけですけれども、それは どこかへ行くということよりも、そのお方を心に歓迎するという形で成立する不思議な隠れ場だと思います。ちょっと矛盾しているようですけれども、心に神様を歓迎することで、私たちの存在が神様の心の中に、あるいは神様の愛の眼差しの中に、すっぽりと包まれて、安息が与えられるという、まあ、そういう感じなんですよね。これとっても不思議な感じがしますよね。 神様に対する信頼、神様の言葉に対する信頼を深めていくということは、一人でいながら一人ではないとかね、イエス様が心の中におられるのに、私の存在はイエス様の中に包まれて生きられるという、まあ、ちょっと不思議な関わりの中で育てられ、強められ、支えられるということを、まあ、体験しながら、経験しながら生きるということになるでしょう。 まあいろいろなことにたまあ簡単に心が騒いでしまう私たち。だからこそ隠れ場としての神様の懐というのを意識することが重要なんだと思います。心を騒がせるのは神を信じなさい。そして私をも信じなさい。これはイエス様の言葉です。神を信頼し、私を信頼し、心を騒がせないように安心していなさい。ということなんですよね。 大事な言葉だと思いますね。時々思い出せるといいですね。今日もどうぞお元気で。